宙の遥か彼方、悪の宇宙人メフィストによりイエロー惑星は壊滅的な打撃を受けた。間一髪で惑星を脱出したプリンセスサリーはラインタウンに不時着。サリーはその愛くるしい容姿から群衆のハートをあっという間につかみ、ラインタウンのシンボルとして繁栄と平和をもたらした。そんな平和なラインタウンにまたしてもメフィストの魔の手が及び、ついにサリーは囚われてしまう。しかしラインタウンの勇者たちはドクター・レナードの力を借り、ラインレンジャーに変身。サリー救出へ向かった。そしてついにラインレンジャーはメフィストの基地にたどり着いたのだった。見つけたぞ。サリー救出に向かえ。うん、ジェームス、ブラウン、トニー、ミネラル、ルビー、投入。よし、気に入った。僕のイケメン効果で帽子までいけちゃってるぜ。あー、もうイケメンくん邪魔よ。どいてどいて、ほらほら。どこ見てんのよ、この変態。早くサリーを助けに行こう。全員出動。みんな、サリーを連れて生きて帰れ。必ずだ。君たちはここで待ってな。あいつらを倒すのは僕一人で十分。覚悟しろよ。助けて。バカ。な、行くぞ。一撃必殺。横取りされたような気分は。あいつ全部自分の手柄に。こいつら全部僕がやっつけたんだ。ジュビジュビ
いらっしゃい、カエル野郎の間抜けどもめ。サリーを返せ。頑張ってみるがいい、ダメ元でな。ちょっと、私はレディーよ、この変態。まったく。おっと、失礼。ルービーとミネラルをバカみたいに使ってやってきたのに、この程度か。果たしてレンジャーはメフィストを倒し、サリーを取り戻せるのか。